はい、皆さんこんにちは、カヨマリノでございます。本日はですね、最年少合格者の素顔ということで、以前ですね、各難関資格の最年少合格者を取り上げさせていただいて、本当にね、異次元な方ばかりで驚かされたんですが、その後ですね、その最年少合格者が、どうしているかということで、今回はそのプレジデントという記事に、2名ご紹介がありましたので、今日はこれをですね、取り上げたいと思っております。はい、で、まずですね、1人目、第1種電気工事士に最年少で合格された、新田さんという方なんですね。で、この方ですね、またちょっと再度ご紹介しますと、8歳の時に第2種電気工事士に合格されて、10歳で第1種電気工事士に合格されました。で、電気工事士ってものすごいね、本当に、大変難しい資格でして、これにですね、8歳、10歳で合格するっていうのは、もうすごいとしかね、もう言葉が出てこないと。で、小学生では当然ですね、縁のないような用語とも向き合って、毎日ですね、夜の11時頃まで勉強されて、見事合格されました。で、この方はですね、もともとパイロットを目指していて、目指していてって言ってもまだね、十何歳とかですので、過去形にもならないと思う、まだこれから目指せると思うんですけれども、目指していたということだそうです。で、現在は SDGs だったりとか再生エネルギーのことに興味を持っているということで、今後が本当にね、楽しみであると思います。はい。で、2人目がですね、公認会計士で、なんとですね、18歳の女子高生、現役高校生で合格された、方、星さんという方ですね、この方がピックアップされていました。で、中学でですね、簿記部で、中3で、簿記の2級を取得されています。で、会計士はですね、高校入学と同時に勉強をスタートさせて、平日は3、4時間、休日は7時間ほどの勉強をされて、見事公認会計士に合格された。で、高校生で会計士に合格された方というのは、後にも先にも、この方だけなんですね。で、ちょっと余談なんですけれども、YouTube でですね、オタク会計士チャンネルというですね、山田真也さんという方がやってるチャンネルがあって、非常に人気の、チャンネルなんですが、この方がですね、10年ほど前ぐらいかな、女子大生の事件簿みたいな、会計士女子大生の事件簿というですね、本を、執筆されてまして、非常にヒットした、人気になったんですね。で、その時に、女子大生って書いてあったんで、女子高生会計士ですよね、考えると、本当にいかにすごいことかと。なんかその女子大生会計士というのはまたちょっと異次元な感じでね、それが良かったんですけれども、この方に関しては女子高生の会計士ですから、本当にね、すごいなと、山田真也さんもびっくりな話であるなと思いました。はい。で、ちょっとね、調べてみたんですけれども、この会計士、最年少で合格された、星さんという方ですね、YouTube チャンネルもやられていて、現在大学生ということで、ミスコンにも出場経験があって、非常にね、可愛い方でしたので、興味ある方ぜひね、チャンネル見てみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今日はですね、最年少合格者たちの素顔ということで、プレジデントで記事が紹介されていたので、皆さんにご紹介させていただきました。やっぱりね、資格っていうのは取得すると、その道だけというふうに固執してしまう傾向にあるんですけれども、こうやってね、若いうちに資格を取ればですね、もっと多くの選択肢というのが、見えてくる。本当にね、素晴らしい、若くして資格を取るということは大変ね、意義のあることだというふうに、思いました。そんな感じで皆さんもぜひね、資格に興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。